新慶明は、中華民国の政治家、軍人、関東派の指導者である。新外革命で、純軍が掲げた愛白矢崎。命の字は、井田性を表している。後中国松室高等等端にもなる新末の1898年に、秀才となり、1906年に、関東法制学堂入学、同学の通路と交流を持つ。1908年7月に、 主席で卒業後、帰郷して、海放地方自治会の運営に参加。陸安自地方を発行した。1909年に、関東市議局議員に当選し、関東省自治に携わった。市議局では、賭博禁止、白、鎮、高レベルでの地方自治確率、女子教育の必要性を主張。一方で同年に、中国同盟会に参加したと言われ、 1910年2月に、ゲイイテンの公術新軍記儀に参加するも失敗、香港に逃れ流し、福のアナーキスト系組織シナ暗殺団に加わる。1911年の帰画を記儀では、監視隊、第四隊隊長を務めるが、軍事放棄にためらいを感じ、再び香港に逃亡する。侵害革命ではアガリエチップの放棄を任され、11月1日。 海陸法で、流浪的な農民、手工業者、緑林、海島などを集め、準軍を組織し淡水の警察署を襲撃。11月9日、慶州を制圧すると、準軍を7個旅団に再編、改めて総司令に就任した。29日、広州に到着、12月22日、関東副都督として、関東省の軍事面の統治に関わったが、同月に、 都督の古官民が孫文に随行し、南京に赴いたため不在となる。将棋界や孫文からも変わって、都督就任を要請されたが故事し、都督代理に止まった。在任中、自身の部隊を中心に、正規軍たる関東陸軍の新規編成とともに、民軍の粛清に乗り出した。民軍は、甲州昭和時には、純軍を含め51死体15万人を数え、 自ら関東軍団協会会長を務めていたが、革命後はもはや用済みの存在で、革命に功績こそあれ、部来感ばかりの彼らの存在は、公衆の治安を脅かしていた。陳は民軍の武装解除を徹底し、抵抗すれば容赦なく弾圧した。特に恵み軍は3日間にわたって、抵抗を続け、司令官の大和順は、香港に逃走、参謀の陳朝行は処刑された。 犠牲者の中には、高加工企業の参加者の一人であった元幸明や、古参道盟会員であった、高う世中もおり、あまりの苛烈さに将棋会からも臨時役法違反だと批判の声が上がるほどだった。将棋員の一人を見ゆ日も後年に、当時の賃を殺人魔王だと批判しているが、これらの粛清は、革命後に起こりがちな混乱の克服と秩序の維持を、結果的にもたらしたため、 称賛する声もあった。そんな中、南京臨時政府崩壊により戻った、古官民が12年4月に都督に再就任すると、陳は香港にサリ不満の意を示した。慌てた、将棋会は陳を軍党に任じて呼び戻し、古が政治面、陳が軍事面で統治する、軍民分治を行うこととして、対立を回避した。しかし、遠征外が同じく、 軍民分地を掲げ地方に介入すると、古官民は対抗して、軍民とも治むを掲げ、再び両者の関係は危うくなった。この対立を利用しようとした、遠征外は1913年6月、公介人、陳をととくに据えた。孫文と孝行は陳を説得し、事例を承諾する一方で、来たるべき、遠征外打倒に向け関東の軍事力強化を求めた。 同年7月、離列ひとし、高校、陳そのチュラが次々に、繁栄生涯と独立を掲げ放棄すると、陳もこうし7月18日、関東の独立を宣言するが、海軍の離反などもあり関東陳部市、龍済光に敗北したため8月4日、香港に逃れる。その後シンガポールを経由し、フランスなどにが言う。ここで、社会主義思想に触れる。 1914年に孫文が結成した中華革命党には参加せず、高校を支持する王子研究会に加わっている。五国戦争が起こると1916年1月、関東に戻り、淡水にて、関東都督打内逆共和軍総司令を名乗った。この時、アメリカ的連邦制を施行した最高プランを掲げており、後に主張した連勝自治の原型と言える。しかし、 五国軍側についていた、後世派軍閥の陸栄亭に出し抜かれ、慶州に留まらざるを得なかった。内逆共和軍は、関東省庁誌喜び乱により、関東省経営軍として、関東軍に組み込まれた。1917年6月、西南軍閥との野望である、五方運動の中で、革命派軍人として、陳の影響力を期待した孫文は、陳を上海に呼び寄せ、 協力を申し出る。陳は、関東政府に参加、軍政府第一軍総司令に任ぜられるが、関東陸軍は当時関東を支配していた、厚生派軍閥に握られており、名ばかりの官職であった。12月、断基髄に対抗すべく、復権省制圧を任ぜられ、主修身の尽力により、旧内逆共和軍の将兵を当てがわれて、遠越軍を編成、翌年に1月、 経営軍20個へ5000人の兵を率いて出発。1918年8月31日、遠越軍は昇州を制圧。11月下旬停戦が成立した。この時、遠越軍の兵力は2万人に膨れ上がっていたため、2個軍に再編し、自身が第一軍長、巨高里を第二軍長に任命した。また、制圧した26県を、 貧乱をホークに指定し、恵み牛を埋めたし弁を兼任、中小局、賛美作り弾薬商等を設置したほか、わずか1年間の統治ながら、自らの政治的抱負の実験場として、一教一行をスローガンとした、教育の充実、古官民のほかり質や御高志久といった、アナーキストや社会主義者らの招聘、病の破壊や、転職の禁止、様相の奨励などを実施した。 また、聖、聖月間を発刊、マルクス主義、ロシア10月革命、ボリシェビキ思想を紹介した。これらの施策は、北京大学学生からは、昌州は、敏南のロシア、大気島からは、社会主義の実験と評され、ソ連外務人民委員会は人を、最も卓越した、軍人、人民に愛されている確固とした、共産主義者と評している。 その頃、遠越軍を除いては、海軍と原水府の新軍しか、軍事的基盤を持っていなかった孫文は、クーデターを起こし権力の掌握を図った。1920年8月、孫文の命を受けた陳は、関東に急行し、後戦の末、11月に後成派軍閥を駆逐し、関東省を掌握。孫文の関東省における、勢力基盤を軍事面から援助した。 孫文は、蒋介石への手紙で、陳敬明の功績を、実に、全身の気力を振り絞った成果であり、党のため、国家のために尽くした。彼を助けるためには全力を惜しまない。徳と心を同じくするものであると絶賛、関東省庁兼関東軍総司令、陸軍総長、内務総長も兼任させた。しかし、その革新的な姿勢こそ、孫文の意にかなうものであれ、 国家は将来的に必要なくなると考え、地方文献を主張する陳慶明の思想は、中央集権的で強固な国家の建設を目指す孫文と相反するものであった。第二次五法戦争の際、孫文と陳慶明は意見の相違から、陳は孫文の北伐に反対し、根省自治を主張した。1921年6月、陳慶明は中国は 君主政体あるいは武力先生であろうとも統一を求めることは不可能と信じる。孫一仙博士も武力で中国を統一しようと欲したが未だ成功していない。中国の平和を求めようとすれば方法は一つしかない。すべての権限を人民に帰属させることであると孫文を批判。コミンテルンのマーリンとの会見でも孫文に対し強烈な否定的態度をとった。 さらにこの時、孫と陳の朝廷を懸命に図っていた投稿が暗殺され、ついに両者の決立は不可避となる。1922年6月16日、陳の部下の破局が出兵し、総統府を攻撃、合わせて孫文の住居を砲撃したため、孫文は中山艦に乗り、関東省から離れた。1923年1月、陳は孫文と雲南派、 新興勢派連合を急合した軍隊に敗れ、アガリエに退却した。1925年新たに国民革命軍の二度にわたる攻撃を受け、香港に逃亡し、中国松室高等を結成し、総理に任命された。その後、継続して中国の統一と不協化に奔走したが、1933年香港で病没した。陳は関東政府にいるときに、 つらね正直による中国の統一を模索していたが、中国国民党、中国共産党双方ともに、軍閥勢力が軍拠していた、当時の中華民国の状況では、実現が困難と判断していた。また、一方で、中国連邦憲政の実践者と評価する意見もある。関東における影響は、以下の通りである。いずれも中国語。ありがとうございます。